手は、人体の左右の肩から出ている長い部分、あるいは、手首から指先までの部分である。日本語、大和言葉の手は、もともと肩から出ている長い部分全体を指していたわけである。ただし、左右の肩から出ている長い部分に関しては、現外では、腕という表現があり、そちらを用いて呼び分けることが増えているので、また、腕の別記事も立てられているので、そちらで解説する子にし、 この記事では、手首から指先までの部分、あえて言えば、競技の、手、とでも言える部分について解説する。なお、漢字の、手も、手首あたりから指先あたりの形を表した、象形文字が変化したものだと、漢字辞典などでは解説されている。英語ではこの部分を、ハンドという。右手と左手、一体ある。右手と左手、手は、 五本の指、ひら、イコール手のひら、こう、イコール手のこうからなる、などとされる。日常的には、人間以外の動物の器官を手と呼ぶことがあるが、それはあくまで俗用である。人間、人の手と他の生物の器官を混戦させないようにする、都合上、まずまとめて、人の手について解説することにし、解剖学的、生理学的、文化的観点から解説し、 その後人以外の動物の器官についても、一応若干は、触れるが、全紙に関する正式の生物学的な記事は別に、立ててられているので、この記事ではなく、全紙の記事を参照し、またそこに記述すること。手の骨は、手根骨、筋位の等側から尺側へ、臭胸骨、突き骨、三角骨、豆上骨の四個と、 前位の等速から尺側へ大量肩骨、少量肩骨、有等骨、有甲骨の4個と中手骨5本に加え、元節骨、中節骨、末節骨が第2子、人差し指から第5子、小指に各3本ある。第1子、親指には中節骨はなく元節骨と末節骨で構成されている。これら27本の骨を合わせて手を構成している。 指の名については、指のページの一項、指の名称を参照のこと。それぞれの指の先端には、爪があり、それを取り巻く部分の皮膚、食玉は、間隔が鋭敏であり細かい作業などがこなせる。爪に続く手の甲、主敗側の皮膚は、小則と異なりゆとりがあり、つまむことができる。これは屈曲の目的を果たすために必要なことである。手のひら、および、 小足の指の皮膚は体の他の部位と異なり、皮脂腺がなく指紋、消紋がある。また、メラニン色素が少ないため、人種を問わず他の部位より白く見えることになる。指の節や手のひらには新鮮様々な溝、運動ひだが走っている。指紋、消紋は人に特有のものではなく、霊長類に広く見られるものである。これには、手のひらの発汗作用と同様に、 木から落ちないための滑り止めの働き、霊長類の樹上生活における適応進化の結果であったとの説がある。手の親指を伸ばして反らした時、親指の付け根にできる。三角形のくぼみを解剖学的鍵、タバコか解剖学的鍵、タバコ入れ、スナッフボックスあるいは単にタバコか対価という。日本の経済産業省が人間生活工学研究センター。 HQL に託し、2004から2006年に行った人体寸法の調査、6700人を対象では、若年層ほど男女とも手がキャシャな傾向がある、とのデータが得られた。同センターは2010年にも、9項目、手長、手幅1、斜め、首相長、第2指長、第2近位関節幅、第2指遠位関節幅、手首が濃い、手が濃い、 握り拳囲いの調査を実施している。人には、基本的には、一体の手、つまり右手と左手がある。日本語では、古風には、右手を、めて、左手を、ゆんでという。ここには、武士の記憶が織り込まれている。鎌倉時代から続く習わしで、武士は三つものと言われるように武士には馬を借りつつ、弓を引くこと、気上での休日が必須で、それを行うときは、 右手に馬の手綱を持ち、左手に弓を持ったので、それぞれ、目て、弓でというようになったとされる。右手と左手は、形としては、共存関係にある。面対象である。ただし、一般に、各人、右手を使う方が得意とする人と、左手を使う方が得意とする人がいる。両手の内で、動かしやすかったり、思い通りに器用に動かせたり、 より力が入れられる方の手を利き手という。右手の方が器用な人を右利きと言い,い、左手の方が器用な人を左利きという。右手と左手は形状はほぼ対象だとしても、機能としては非対称になっていることが多いのである。人類全般では右利きの比率の方が高い。欧米人でも右利きの方が多い。ただし、欧米人では、 日本人よりも左利きの割合、比率が高い。世界的に右手を正常の手、正なる手、左手を不常の手とする観念が存在する。これは世界的に存在する右を善、左を悪とする観念と関係がある。世界的に右手は剣や矛など武器を持つ手であり、攻撃、破壊を左手は盾を持つ手であり、防御。 想像を象徴する。中国の伝統的な挨拶では、左手の手のひらに右手の拳をつけて、あるいは包み込んで礼をする教主右手は火で、左手は影であり、右手の拳は火、太陽を、左手の手のひらは影月曜日を表している。ここ数十年の神経科学、脳科学の成果によって、脳のどの部分で、 どのようなことが行われているのかかなり理解されるようになってきており、体の各部位が脳内のどこに割り当てられる、割り当てられる傾向があるのかもわかっている。脳内マップなどと呼ばれるものも作成されている。では、脳の中では、絶、口と同様に人体の他の部分の実際のサイズの比率のと比較て、かなり広い面積が割り当てられていることが明らかにされている。 人間にとっての手の重要さ、脳が扱う身体活動の中に占める手の活動の割合の大きさがわかる。肉体の実サイズでは、例えば腹や腿の方が大きいのに、脳の中の割当て領域の広さでは、腹や腿よりも手の方が大きいのであるなお、手の指の中では、親指への割当て領域が相対的に大きい。人が外界への物理的、 即物的な働きかけの大部分は手を介して手を経由して行われている。日々そうした活動を積み重ねていることで脳の割り当て領域は広がっていく。手は鋭敏な感覚器でもある。医療と手とは古くから密接な関係がある。もともと癒す人、ヒーラー、医療者等が病んでいる人の幹部などに手を当てることは医療の原点であった。ここから日本語の 手当という表現が生まれた。病む人に、いたわる心を込めて、自らの手で優しく触れることは、現代でも、医療やケアの原点や基本としての意味を持っている。また病む人に手で触れることの効果は単なる風習や、迷信などに止めまものではなく、手で触れられていることによる、安心感が病む人や傷ついた人のうちによい、心理的効果を生み病状を開放に向かわせる効果があることは、 近年の医学的で実証的な研究でも明らかにされている。また、現代でも医療全般に、例えば通常医療のリハビリテーションの場でも、代替医療の場でも広く手によるマッサージは行われており、血行を促したり、滞留したリンパ液等の移動を促すことで、治癒を促す効果がある、自然治癒力を高める効果が期待できるとされている。様々な機器が登場した現代でも、 機械よりも人間の本物の手で触れてもらう方を好む患者は多い。医療者自身の手による技は主義という。また手によるマッサージは医療者などの業者にしてもらうだけでなく自分自身で行うこともできセルフマッサージという。セルフマッサージは無料であるため金銭的な統計には現れにくいが実際には家庭内で非常に広く行われており セルフメディケーションとしても、また健康法としても広く行われている。自分で、自分の指先あたりを揉む、爪揉みは、非常に手軽な健康法であり、それを進めている医師もいる。また、特に誰から教えてもらわなくても、人は体に不調な部分があると、本能的にそこを手で刺すったりする。医療で手が重要な役割を果たしている一例として、応急処置としての止血も挙げられよう。 患部に布などを当てがって手のひらで押さえつける圧迫止血法が不祥事における治療の第一歩である。これはやり方さえ理解していれば一般人であっても可能で優れて有効的かつ実質的な応急処置手段である詳しくは止血のページを参照のこと。人は手でもコミュニケーションを行う手や腕を用いてまたそれに加えて 表情も用いて行うコミュニケーションを手話という。手として聴覚障害者が用いている。手と手を触れることでコミュニケーションが行われることがある。ヨーロッパや米国ではビジネスの場などで互いに挨拶するとき、まずまっ先に手と手を握り合う握手を行うのが一般的である。ヨーロッパ人などに言わせると握手をすることで互いの手の温度、汗のかき方、 などでなんとなく健康状態がわかり、また手の硬さ、柔らかさ、ゴツゴツ感、ふにゃふにゃ感、手の厚さなどで若い頃から肉体を鍛えている人なのか、肉体作業が多い人なのか、肉体作業はほとんどしておらず頭脳労働が多い人なのか、等々のことがわざわざ言葉を使って自己紹介しないでも漠然とだがわかるのだという。また、相手が自分を騙そうとしている時など、 口先だけだと、うまく取り繕う詐欺師などがいるが、握手をすることで、手のこわばり具合、リラックスド合いや汗のかき方などでなんとなく察知できる、こともある、と言い、そういう意味でも、念のため握手をして確認したくなる、という。逆に言うと、握手を拒まない、握手を積極的にするということは、私にやましいところはありません。あなたに対する敵意を隠したりしていませんよ。あなたは、 友人ですなどという意味気持ちがほのめかされることになる。外交の場では、首脳同士や大使同士は、基本的にまず握手から始める。しばしば、握手の仕方に、両者、両国の関係が現れる。良好な関係の場合は、気持ちのこもった手のひらにも適度な力の入った握手が行われる。反対に仲が悪い国の首脳同士などでは、嫌っている方が手のひらに力も入れず、 まるで相手の手に触れているのが嫌だと言わんばかりに、握ると、ほぼ同時に短い時間ですぐ切り上げてしまう。階段などが成功のうちに終わった場合、最後に再び熱心に握手をし、友好関係、同盟関係などにあることを確認し合い、その状態で握手をしたままで記念撮影などを行うのが一般的である。手と手が触れ合うことは、 重要なコミュニケーションの経路の一つなのである。親になった人は赤ん坊の手に愛情を込めて触れる。赤ん坊の手のひら、手のひら側に指などを当てると赤ん坊は反射的にその指を握る。多くの親が赤ん坊がそうして小さな小さな手で自分の指を握られ赤ん坊ならではの柔らかさ、体温などを感じ、親らしい感情、愛おしさとともにそれを記憶する。 赤ん坊の方も親の指を握ることで親の存在を感じ取っている。恋人同士など親密な関係では手と手を長い時間握り合って気持ちを確認し合うことがある。ヨーロッパのカフェなどではしばしば恋人同士が互いに手を握り合ったまま互いの瞳を見つめ合って愛を語り合っている。キリスト教では祈るとき両手を軽く組むということが多い。 右手の指と左手の指を交互に交差させて祈るので、ある。仏教では、祈願、誓願するとき、いくつかの形があるが、一つは手を平らにして手を合わせる方法がある。合掌。手のひらをわずかに湾曲させ、卵型にしておいて、左右の手を合わせる宗派あるいは、個々の人もいる。数がある場合は、例えば、両手の中指に数を、一ひねりなどしてかけた上で、 両手を合わせる、などということが行われる。主言道や密教では、手で特定の形を作る、印を切ることがある。神道では、お辞儀をして、両手をパンパンと二度打ち合わせて、二拍手、手を合わせておいて祈る、というのが作法だとされている。合唱は、仏前、神前のみならず、日本では食事の前後など、感謝の気持ちを表すとき、 を意識するときにも行われる。感謝しておりますなどという意味で、書簡などの末尾に合唱と記す人もいる。両性具有の創造神アトゥムの右手はヘテペトの手と呼ばれ、それ自体が女神として神格化され、アトゥム神の女性的部分、女性原理を象徴する。フリギアの二代目の王とされるミダスは、いろいろな神話に登場する。 トラキアに痛み出すワシレノスを助けたことで、ディオニューソスに感謝され、触れたものすべてを黄金にする能力をもらう。しかし、何でも黄金にする手に困り、この、汚れをパクトロス川で払うために、アナトリアにやってくる。彼は川に黄金を残し、砂金の起源説はた後、初代王のゴルディアスと、女神キュベレイに養子として認められ、次の王となる。 キリスト教の三位一体論では、父は、その両手であること精霊によって、万物を創造し、また、これを救いたまう、という言い方もされる。強い霊力、霊性を持つ人物、あるいは、子供などの無くなるものが、病人に手で触れることで、疾病が回遊するという伝承は、世界各地に見られる。イエス・キリストの奇跡譚にも、そのようなものが含まれている。 中世ヨーロッパにおいては、王が、幹部に触れることで病気を治癒するという、が信じられた。作家、トールキンは代表作、指輪物語の第三部、王の帰還において、これを踏まえつつ、王の手を描いた。傷口や、疾病の部位を本能的に手で押さえたり、かばおうとすることは、原初的な医療の形態であろうが、呪術医のような立場で手を当てるという行為は21世紀。 現在の先進国においても一部新習競技式や手当て両方として乱すことができる。こういった触れる行為が何らかの癒しのイメージと強く結びついている傾向は今もなお文化の別なく広い範囲に様々な類型として存在し続けているのである。手のひらの溝やひだの状態によってその手の持ち主の過去や未来、運勢がわかると考えるのが手相学である。 バイオリン、ギター、ピアノ等々は、基本的に手、指を使って演奏するものである。ピアノの演奏は、手のひらが大きい方が有利である。手を開いた時に、親指から小指までの距離が短いと、ピアノの演奏では不利になる。ピアノの楽曲では、片手で一オクターブの和音、例えば、A、波長長のラト。 その1オクターブ上の A を同時に押さえるような和音は品質するので、親指の先と小指の先の間隔が1オクターブよ。小さい人は演奏できる楽曲がかなり限られてしまう。また、かろうじて1オクターブを押さえられる程度では、ミスタッチが増える。名ピアニストフランツリストは、とても大きな手のひらをしていて、1オクターブプラス3度も余裕で押さえることができた、と言われている。しかも、 指が太くて、しっかりとしていた、と言われている。それに対して、フレデリック・ショパンの手は、指が長く細くて、とても繊細な手をしていたと言われている。一人一人のピアニストの手の性質の違いが、得意とする演奏スタイルの違いとなり、結果として、作曲する楽曲の曲風、曲調の違いともなって現れることになるのである。手錠が使用されるのは、 何らかの犯罪者や敵対者、手合いに対してであり、詐欺などとの犯罪とは別に、直接的な収奪や略奪には、手が使われる。特に盗みと手の関係は深く、手癖が悪い、手が長いなどと表現することがある。文化によっては、例えばイスラーム法で他者の財物を盗んだ者に、対して、手の切断などの刑を犯している。 もっとも、そういった文化で必ずその刑が執行されていたわけではなく、様々な条件をつけてかなり融通を聞かせていたことが多かった。手はまた、人間の自由と同列にもみなされうる。その一つの表彰が手上である。また、古い言葉では捕縛することを手当てと言い、手当て者という言葉が重罪の囚人のことを意味した。和語における、 手は古くから広い意味範囲を持って使われてきており、工事園では30を超える語義を示しているほどである。古く万葉集では、値の字を手と読む例があり、経済、その原初的形態としての交換行為とのつながりが考えられる。紙手、下手といったように、方角、方向を意味する用法もある。なお、上手、下手と読んだ場合には、ある行為、 行動に対する習熟の意となるように、手による動作が、ついで援用して、手によらずとも、あらゆる動作、手段、方法、及び、その行動の主体が広く、手と呼ばれたのである。動作の主体まで、手で代表されるということの一例は、手は、仕事、職業、制御を象徴し、それはその人自身をも指し示すということである。動作や仕事に、手をつけることで、 職業や役割になることは、手が、いかに、人を例えているのかが理解できる。例を挙げるならば、機種、居手、運転手、操縦手などがあり、また、様々な分野において、の担い手といった表現を用いられる。受け手、聞き手といった使い方も馴染みのものであろう。それらは、をする人と同義であり、手による動作と直接の関係がなくとも用いられる。人の子のつながりとして、手は、 手話や握手などの手による直接的な触れ合いは意思の疎通や感情を伝える点において人の社会では重要である。手は指を有し弾き能を持つ特徴から手組みとは仲間や組織を作ることであり手切れとは人間関係を断ち切ることでもある。このような言葉に見られるように人と人とのつながりの象徴ともなる。そしてそうした関係構築に際して 体の中で手は非常によく動く部位であるため音声言語によらず感情や意志の伝達を行う手段として選ばれやすい。人の歴史は共同体の象徴における繰り返しの中での戦いの歴史でもあるため敵や相対する者に対しても手による表現が使われてきた手合いは対戦相手や見下した者に対する表現であり手向かいや手返しは 無本や犯行などを表現している。その他にも、戦闘集団においての会のものを、手駒といい社会集団でも古い言い方では、手下という。仕事や労力を総称して、手間といい、その仕事がないことを、手飽き手飽きという。仕事を有り当てる準備する、人員の配置をすることなどを、手配という。上述の、手当てと同じ感じで、送り柄を使わず、手当てとした場合。 日本語においては、通常指すものが異なり、手間賃と同意としての労働などに対して報酬として与える金銭あるい、基本給の他に支給する金銭の意となる。また、古い文章などでは、心付けの意でも用いている。実際には治療の手当を手当とする場合や、その逆も多く、日本語本来の区別ではなく、近代以降便宜的にそのようになされたのみであろう。 また、手配と同様に、前もって行う準備、人員の手当てをするも、手当てといいなどと用い、これは、手が、手段、方法、対処などを意味する例と言えよう。現代、身元確認の一手段として、指紋大夏がある。これは拡大鏡などの道具がなかった頃には、利用することができないものであった。しかし、大まかな指紋と指の節の幅、長さ、そして、 手のひらの形状及び消文などの関係性から、手形は唯一性を持つもの経験的に知られており、個人認証の手段であった。そのため、証書類に署名の代替として用いられることが多く、ここから証書を手形と呼ぶようになったとされる。通行手形などもこれに含まれるが、現在は手形というと、一定金額の支払いを委託もしくは約束した有価証券を指す。 産業革命以降、機械による工業製品の大量生産が行われると、様々な理由から手仕事は減少したが、大量生産が難しいものや、手仕事でしかできない技術の高い職人による生産や、人の手が生み出すものならではのぬくもりと味わいが見直しあり、手作りのものが根強く残っている。手作りにおいては、丹精込めて作り上げることや仕事をすることを手塩にかけるや、 手間暇かけるなどという。工芸の分野では、手で直接的に製品を作り上げている場合に、手工芸と手を強調した表現も使われる。手は、日本伝統の技芸などでは、特定の技法や、それによって構成されるものを指したりする。本手とは、伝統音楽において、本格的な手、曲、本来の手、曲、あるいは元々の旋律を指し、派では、前者の、変えては、 後者の大義である。また、歌、歌に対して、手と呼ぶときは、声楽に対する器楽、あるいは楽器がそうする旋律、旋律型、技法を指す、旋律型としての、楽の手、技法としての和音の、折る手やことの、押して、三味線の、すり手など。なお、手ごとは、自歌など三曲の音楽において、歌と歌との間に置かれた。 長大な気学部分であり、まさに手によってなされることの意である。また、愛の手は、歌と歌の間をつなぐ、手ごとよりも短い旋律であり、これも同様の意味から来ており、本来、手拍子とは無関係とされる。また、従来の曲に、新しいパートをつける、編曲、アレンジすることを、手付けと呼ぶ。これに対し、歌をつけるのが、節付けである。相撲などで言う、 決まり手も決まり技という意味で使われる。琉球の格闘術である手は格闘技法のことであり、これは英語においてアーム、腕が武装、軍備を指すこととも通じる。空手はかつて、投手と書いて、到底、陶器と読み、ウィック・シャネリー、N、空手、中国から伝わった格闘技法をベースにしているを意味した。俗用で、主に子供などが動物の前 全詞の末端部を手と呼ぶことがあるが、これはあくまで俗用であり、学術論文、生物学の教科書などではこれを手とは書かない。原則、全詞の記事を読み、そちらに書き込むこと。現世、関心世の動物では、特に哺乳類において生態に応じた形状の特化が確認できる。樹上生活を送る動物の多くは手に鍵ギ爪を持ち、 これを樹木に引っ掛けて移動するが、霊長目は木や物をしっかりと掴むことのできる構造の手、母子と他の指との対抗性を進化させ、カギ爪の代わりに指の末端を補強する役割を持つ平た爪、平爪を発達させた。霊長類の資源的動物がカギ爪を捨てて木の枝を握ったことは、後世の子孫の一つである人にとっては、その誕生の大条件と言ってよい。クジラ。 海牛、アザラシ、アシカなど主たる海生哺乳類の手は基本構造こそ陸上哺乳類と同じであるが水中生活への進化適応の結果として魚のヒレのような形態に変化しているラッコなど例外はある。カモノハシは指の間に水かきを有するビーバーは全死には持たない。コウモリでは第一詞人の親指に相当に鍵ギ爪があり。 他の4本の指は伸長して皮翼を張る、骨組みの役割を担っている、字マイナス1の2、参照。原生の四足歩行をする哺乳類の指も生体に、かなった進化を遂げており、食肉目はその手足に、足音を消す働きを持ち衝撃をも吸収する、足裏球、初球。肉球を発達させている。夕日詰哺乳動物、木日詰め目や玉、日詰め目。 長尾目などでは、体重を支えたり走ったりするためのずめが高度に発達し、指は耐化、耐化的進化を遂げて消失もしくは痕跡化しているものが多い。この方向性で、最も進化を進めているのは、馬科であり、彼らは第三子、中指一つで大地に立っている。また、四足歩行をする動物の常として、前子とか子に著しい際は見られず、 足とほぼ同様の構造体である。両生類と爬虫類では足なしイモリや蛇といった手足を持たないものが存在する。海生カメ類はヒレ状の手足を発達させているが過去に目を向ければ海生爬虫類のほとんどすべてがヒレ状の手足を備えていたことに気づく。中生代の翼竜は鍵詰めを持つ第一、第二、第三種と 胴体との間に川翼を張るための長い第四子を発達させていた第五子は体化。図マイナス1の1参照。ブラキオサウルスやトリケラトップスといった大型の植物食恐竜や原生のゾウガメは長尾目と同じく体重を支えることのできる分厚いひずめを持っている。肉食性と樹状性のものはカギ爪を持つタイプが多く。 特に原生のものでは種による著しい、形態的さえは認められない。これは彼らに多様性がないからではなく、原生が哺乳類流星の時代であることに起因する。鳥類の前足は翼となった、俗用、日常的には食用の鳥類の翼を手羽と呼ぶことはある。軽量化を課題とした鳥類は進化して、第一種を相性化させ、第四種と第五種は退化。 消滅させている。第二種と第三子は癒着して、前腕の一部となり、翼を構成する、字マイナス一の三、三章。小型羽毛恐竜、全種を有するから分化したと考えられている。手は、手を用いて指すものも意味し、方向も意味する。山手、山手、山の手といえば、山の方、山側、という意味になる。上手といえば、上の方向。 という意味になる。また、その建物は右手にございます。左手にございますといえば、その建物は右の方向、右側にあります。左の方向にありますといった意味になる。決して、その建物は右の手のひらの中にありますなどという意味ではない。上述の手の用法とは、造語法,法がかなり異なっているが、軸の方向関係。 ベクトルの三次元空間内での相互の関係などを人に伝えるために結局手というのは幼い頃から人の目前にあって皆にとって馴染みの存在いちいち図写真などを持ち出さなくても文字で書いてもみなが自分の手を見れば伝わり説明の助けとして持ちやすいので自然科学の領域で右手や左手を持ち出すことがあるそして特定の用語 固定的な表現となっていることがある。フレミングの左手の法則、右手の法則など、親指、人差し指、中指などを、それぞれ何か、何らかの力などのベクトルに見立てて、重ね合わせて、聞き手に簡単に伝えることができる。右手と左手は、共造関係にあり、ベクトルの異なった関係を指すのに便利なのである。親指を開いたまま、 残りの4本の指を軽く握る。親指の付け根から先に向かう方角が直進運動、直線等を表し、4本の指の付け根から先に向かう方角が回転運動、薪等の方角を表す。つまいなす3。なお、電流の作る磁場の方向。直線の電流に対し、磁場は電流を中心とした同心円をなす。磁場の方向は右手である。 詳しくは、ビオサバールの法則、アンペールの法則を参照。打線の向き一般を表す。詳しくは、右巻き、左巻きを参照。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。